として知られたファベルリー・モーティマー。旧姓では、ファベルリー・ベヴァンは、ビクトリア朝イギリスの福音波児童文学作家。ロンドンのラッセル・スクウェアで、母、ファベル・バークリーと、バークレーズ銀行の共同創設者の一人であった父、デビッド・ベヴァンの間に、8人兄弟の3番目として、生まれた。ファベルが6歳の時に、一家は、ロンドンの北東の郊外であったウォルサムス島の、 ヘールエンドに転居したが、ここで母はジョージ・コリソン牧師と一家の家庭教師クララクレアから福音派の強い影響を受けた。ファベルが20歳の時、一家はロンドン中心部に戻ってアッパーハーレーストリートに今を構え、大いに社交を楽しみ、父はロンドン北部の郊外イースとバーネットに屋敷を買って、それをベルモントと名付けた。 この屋敷で1831年にファベルは弟ロバートンのハロー公以来の友人だったヘンリー・マニングと知り合った。マニングはファベルより6歳年下だったが、二人は宗教的問題への強い関心を共有し始めた。やがて1832年5月にファベルの母が二人を遠ざけ恋愛らしきものが二人の間にあったとしても、 父の死後の1847年まで二人の関係は途絶えた。マニングは両親を失ったファベルに弔意を表した上で彼女に寄せた自分の手紙全部を自分の元にあるファベルの手紙と交換することを申し出た。ベバン家の伝記を書いたオードリー・ギャンブルの記述によればファベル・モーティマーはヘンリー・マニングの人生において重要な影響を与えた三人の女性の一人であったと マニングの電気作家が記しているという。1841年、39歳のファベルは、ロンドンのグレーズインレーンのエピスコパルチャペルで、人気のある説教師として、主任牧師を務めていたトマス・モーティマー牧師と結婚した。モーティマー氏は戦災を亡くしており二人の娘がいたが、上の娘は幼くして亡くなり、下の娘は深刻な抑うつ状態になって家族から、 長期間離れなければならないことが多く、ファベルにも多くの苦悩を与えた。モーティマー氏は、後に、シュロップ・シャー・シュー・ブローズリーの教区牧師となった。ファベルの伝記を書いた名は、1850年に、モーティマー氏が亡くなるまで続いたこの結婚が、幸福なものであったとしている。しかし、ファベルの老い、エドウィン・ベバンは、ファベルの諸女作にして最も広く読まれた、夜明けに、 出版100周年に際してタイムズ紙に寄せた文章でトマス・モーティマーには暴力的な気質がありファベルに残酷な仕打ちをすることもあったことを示唆しているこの結婚からは子供が生まれなかったが夫妻は1848年頃に神学校の生徒だったレスブリッジ・ムーアを養子を迎えたレスブリッジは後にノーフォーク州クローマーに近いラントンの教区牧師となり 夫、モーティマー氏の死去後、モーティマー夫人はまず、ロンドン北西部の郊外ヘンドンへ転居し、ついで、ノーフォーク州に移って、何人もの孤児たちに教育の機会を与え、職業に就くまで育て上げた。モーティマー夫人は、友人や親類を訪問するため広く国内各地を旅行したが、晩年には一連の発射に見舞われて徐々に衰弱し、最後は、 ラントンで家族や友人たちに見守られて亡くなった。結婚前のファベル・リー・ベバンは、ウィルトシャー州、ホスベリーの父の屋敷でも、イースト・バーネットの屋敷でも、小さな子供たちの宗教的教育の面倒を見ていたが、そうした経験から教育的な著作を書くことに関心を持つようになっていった。彼女は子供に字の読み方を教えるために、伝統的なホームブックではなく、 フラッシュカードの原型となるようなカードを用いる独自の方法を開発した。彼女の教授法に関する文章は後に編集されて、夜明けにや涙とさようなら簡単にできる読み方などの著作に収録された。トット・プルーザンによれば19世紀の大半の時期においてモーティマー夫人は母国イングランドでも国外でも その著作に感銘を受けた読者たちにとって一種の文学上のスーパースターであった。という。とりわけ諸女作、夜明けに、は大人気を博し、原点版だけで50万部以上が売れた。英語では多数の違反が出版され、さらにレリジェストラクトソサエティによって37個とこに翻訳され、出版された。1950年3月4日号の、 ザ・ニューヨーカー氏に寄稿したモーティマー夫人の欧米、ロザリンド・コンスタブルは、子供たちに、その罪と魂の救済を拒むことによって落ちてしまう、地獄の苦しみについて印象づけなければならない、とする、大場の信念に言及し、この本を、かつて書かれた中で、最も明らさまにサディスティックな自動車の一つと、表している。多くの女流作家の作品がそうであったように、モーティマー夫人の本も、 当初は匿名で出版され、作者は夜明けの作家によるなどと紹介された。モーティマー夫人は、生涯に2回しか母国イングランドの国外を旅行したことはなかったが、他の国々や異文化の紹介に力を注いだのは皮肉であったと言えよう。モーティマー夫人は、ノーフォーク州ラントンで死去し、アッパーシェディンガムの教会墓地に埋葬された。小さな子供たちのために、 宗教的理念を単純化して教えるモーティマー夫人の手法は同時代においても一部から批判を浴びた。現代の読者にとってはモーティマー夫人の精神的な姿勢は受け入れが高かったり面白おかしく感じることであろうし彼女が描いて見せた多文化の姿は不愉快なステレオタイプによって悪意に満ちたものと映ることであろう。しかし19世紀の児童文学を研究する者に とっては、モーティマー夫人のテキストは学ぶべきところが多い。放題は、プルザン編に従った。日本語では、知事三部作からの抜粋を、トッド・プルザンが編集した、ザ・クラム・ジースト・ピープル・イン・ヨーロッパ、オア・ミセス・モーティマー、エス・バット・テンパード・ガイド・ツー・ザ・ビクトリアン・ワールドの翻訳が、出版されている。ありがとうございます。